いと思います。お楽しみに。前髪伸びた。くるんってやってたのがもう全部なくなったんですね。かわいそう。あれ、こんばんは。こんにちは。はそう、リコチと二人でした。2期生と一緒にやるの珍しいよね。まだリネタンとしかやったことなかったから、リコチと二人でやってきました。こんばんは。50カウント完了ありがとうございます。君に伝わる声で前髪あった方がいいよって言われたから下ろそう。でここのね、そう、ここに紛らわせてるんですけど、重たいからね、量が薄くするのが大変じゃ。大変じゃわ。マエストロまた。それリネタンとも言った。違う。ベベー、こんばんは。今日やばやば暑かった。まるこちゃんかわいい、ありがとうございます。今日めっちゃ暑かったことない。手だけ、あれ手だマジじゃないんですよ。そう、え、わかった。すごい、手じゃないと思った。あ、メイクさんなんですよね。なんか映ってたよね。すごい、なんで分かったの。若い手しとるよね。若い手してるよね。もうちょっと綺麗な手。ひろつぶさんかわいい、ありがとうございます。そう、ちゃう、かわいい、かわいい、かわいいメイクさんのおててです。ひろたんたん、あなたはありがとうございます。ナウシカ見たよ、ナウシカ見たよ、ありがとうございます。そう、ちょっとだけショールームはもう3分ぐらいあれでやって、あとはツイッターに載せたので見てね。安部さん、だるまありがとうございます。夏服でも、あ、夏服でさ、多分暑かった着脱いだだけなんですけど。そう、暑かった着脱いでたんですけど、そう、今日めっちゃ暑かったけど長袖着てたのよ、普通に。死ぬかと思った。そう、めっちゃ暑かったけど普通に長袖着てやってたからさ。7月からだったっけな、6月はまだ長袖着んといけんって。7月から
半袖に変わるみたいな謎のルールがあってね。そう、暑かったき脱いだ時に写真撮っただけで、着てたからもう死ぬかと思った。そう、クーラーガンガンで、水とか飲み物もキンキンじゃないと私は耐えられない。我がお嬢様みたいなこと言うてる、お嬢様みたいなこと言うてるけど、もう生ぬるくなったお茶とか水とか飲めない。ぬるいのキンキンが一番だよ。ブレザーは暑そうね。死んじゃうよ。学校とかもさ、決まってた、学校決まってたか、何月何日から夏服でみたいなあったか。こんばんは。顎にねニキビができてね、私は悲しい。固まっては潰して、固まっては潰してしてしまう。かさぶたになっては取って、かさぶたになっては取ってってしてしまう。わかる？ダメだ、後になるよ。こんばんは。なんだくん、タンバリありがとう。風の谷のアリサ。でも雨降るんでね、来週じゃないか、金曜ぐらいから雨。雨らしい、こんなに暑いのに。 T シャツしか着てないやつ、わかる。じゃーん、お気に入り T 出した。今年の夏は初めて来た、まだ始まってないか夏。トミーのピンクの T シャツ、これかわいい。これはね、去年の夏の夏にコウコちゃんの家でベランダでもんじゃ焼きパーティー、大雨なのに外でもんじゃ焼きパーティーした時に着てた服。めっちゃ懐かしい。これね、なんか頭おかしい、ギャンギャンツインテールしてから、そう、大雨降ってんのにベランダに出てから、コウコちゃん家でもんじゃ焼きパーティーした時の服、思い出が詰まっている。クリちゃん、花ありがとう。ダイナソー音符ありがとう。そう、剥がしてしまうよな、気になる、気になってしまう。そういえばメールで送ったんですけども、目にぶっかかる、この前3ミリぐらい切った方がいいね、こんぐらい。スイチローさん、ハートありがとうございます。こちらの27日と7月3日のどっちも一番最後の10部と4部が完売しておりましたのに今気づいた。いつからしてたの。ありがとうございます、嬉しい。6月27の4時間目と7
7月3日の10時間目が完売しておりました。ありがとうございます。明日の13時までかな、明日のここの水曜日の13時まで再販しておりますので、あと1部3部8部9部あと4部残っております。こうなったら全部完売出す勢いで頑張りましょう。もう最後なのでね、最後ですわよ。お話しできるの最後だよ。1部と3部と8部と9部この一番最後の時間以外はまだありますので、全部完売が出る勢いで頑張りましょう。皆さんお待ちしてます。そう、次いつ話せるかが、そうよ本当に、そうですよ。このショールームとかは毎日あるけど、そう、お話し会で2人になって、秘密の会話が、秘密じゃないかもしれんけど、いつできるかわからないのに、その2日間1枚も取ってないくていいんですか、いいんですか。こんばんは。2人だけの秘密の会話、もういつできるか分かりませんけど、いいんですか。ピエン。最後の日は浴衣着るのでね、はい、私が頑張って、私が頑張ってね、みんな目線を食らいながら一人だけでキュ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 浴衣着て待ってるのでね。今年、なんなら今年もう浴衣とか着る機会ないからね、自分で作らないと。そう、見に来てくださいませね。あとで申し込んでおけばよかったってならないように、あの時申し込まなかったから、もうすごい期間空いたわっていうことにならないようにお待ちしております。そうね、7月3日はそう逆質問なんで、話すことそんなに考えてなくてもお任せください。私が質問してどんどん掘り下げていくわ。かかってきなさいって感じで質問かかってこいやーって感じで来てください。中小企業会館で、あ、浴衣で握手会とかあったよね、去年は。え、去年だっけ？去年おととし、2年前の話かも。今日なんかアイメイク濃ゆく見えるね。ここにめっちゃ入れた、タヤライムちゃん、タヤライムちゃん系メイク。そう、僕したここ目尻にね、めっちゃ同じアイシャドウ使ってるからね。YouTube でやってたのと同じアイシャドウ使ってくる。ここにもう、ここの目の上とかもどうでもいい、ここの三角ゾーンにどれだけ濃いアイシャドウを入れてから目の横幅を出すかっていうのがねポイントだったな。
クランボな。クランボ浴衣。そうそう。あれはその浴衣でお話し会が、お話し会じゃないね、浴衣で握手会があって、そう、そのためにね、めっちゃ可愛いのお買い上げしたやつなんですけど、もう一個あるよね、青いやつ、青エメラルドグリーンみたいな。そう、それをめっちゃ前から持ってて、初期の、めっちゃ初期の頃にのんちゃんと浴衣でカラオケ配信とかしたことあって、その時に着てた緑っぽいエメラルドグリーンみたいな浴衣を持ってるけど、さくらんぼの方が可愛いかな。レトロな感じが好き私。そう、花柄とか和柄、和な感じもめっちゃ良いけど、ストライプが入ってるやつとか、そう、ちょっとレトロな、他にない、かぶらないような浴衣が好きです。ねえ、ここに入れるのおすすめよ。筆を取って、もとりあえずここにくの字にめっちゃ入れるのがおすすめです。浴衣ありますよ。27日お話し会撮ったよ、ありがとう、楽しみに待っております。そう、レトロモダン可愛いよね。もうわかる。なんかアリサはザアジアン、アジアビューティーみたいな、ザ日本人みたいな感じの方じゃなくて、もうなんて言うんですかね、もうそれこそコウコちゃんとか上国里萌えちゃんとか、ちょっとなんかハーフっぽいみたいな、ハーフって言われたらそう見えなくもないみたいな、目がクリクリのちょっと洋風の顔の、そう、お姉様が浴衣着てるのが一番好き。ギャップわかりますか、もう目クリンクリン、顔シュッって感じの、もうザ日本って感じじゃなくてな、ちょっと洋風チックな、ハーフかなぐらい、可愛い子が浴衣着てるのが好きです。やすくんいいね、ありがとうございます。だからなんかそのモデルさんが、浴衣はなんかあれでも、モデルさんがそういう感じの人が着てたらなんか欲しくなる。欲しくなる、浴衣のモデルさんがそう、そういう感じだったらなんか欲しくなる。ダメだ、ダメじゃん。いいよな、深い緑とか欲しいな。あとはね、なんか明るすぎない、ちょっと濃い深い色がやっぱいいよね。濃い黄色とかあんまり膨張しすぎない、黄色とかも欲しいな。かわいい、絶対誰に、かわいい黄色いかわいい柄の浴衣とかないんかな。こんばんは、こんばんは。生写真とかでそれこそ浴衣とか着物とかなんかありさ、赤とか着るの多いからな。普段自分で買うのは赤とか全然ないわ。
ブラウンベースに白いレース入ったやつ絶対可愛いじゃん。なんかアンティークっぽいやつ流行っとるよね、レースみたいな。アンティーク浴衣は分からんけど、アンティーク着物とか流行ってるよね。こんばんは。あ、紫着た。あれはね、ね、レアだったよ。あれはね、なんか、めっちゃ最後の最後に残されて、最後に、紫か青かみたいな、選ばんといけんくて。アリサとユミリンが選ばんといけんかって。ユミリンがやっぱ青じゃろうと思って、私は紫選んだ。っていう。あれはすごいレアでしたね。浴衣詳しくないよ。詳しくないけど、レトロが好きなの。レトロレトロが好きなの。浴衣プロデュースめっちゃ難しそうめっちゃ難しそう。こんばんは、スランプくん、音符ありがとうございます。ミニ浴衣、短い丈の浴衣ドレスだった私。小学校の時はもう膝丈ぐらいまでしかない浴衣ドレス着てたよ。お団子ね、わかる。髪型は難しいよね、自分でやったりするのが。普通ただのお団子ぐらいやったらできるけど、自分で団子ぐらいやったらできる。三つ編みとかね。やすくん尊い、ありがとうございます。いや、小学校の卒業式に浴衣袴じゃない、そんなおしゃれな格好じゃない、私普通に制服でしたねでも卒業式に袴とか着るのかっこいい。いいね、いいね。平粒さんかわいい、ありがとうございます。先生はなんか着てたよね、多分。小学校の時は忘れたけど、中学校の女の先生は袴金系。あ、制服がない小学校とか袴は着るんですか。そうなん、私服の小学校か。なんかね、小学校の時にさ制服ある学校っての田舎なんでしょ
町の小学校って制服じゃないんだよね。驚きだよ。でも小学校は私服って嫌じゃない？いろんな感じで。小学校私服は嫌じゃな。小学校制服あるとこは田舎らしいで。そう。普通に制服だったほんまに？私服だったマジか。ね、毎朝私服選ぶのも大変そうやし、なんかね、なんか今日の服かわいいってかな。今日の服なんかダサいとかなりそうじゃない？小学校私服は当たり前なんだって。なんだって。え、高校私服は最悪だよ。高校私服？嘘やん。高校私服は最悪じゃない？高校生は制服、制服見て選んどるようなもんじゃ。高校は。私は制服見て選ぶよ、高校は。うん、なんでいつもパジャマ着てる。言われそう、言われそうね。いつも同じ服着てるねとか。いつも同じ服着てないとか言われそう。めっちゃ私服いることない？ことないか。そんな汚れない？そんな汚れんか。制服、私服じゃなったことない。小中高制服です。かわよいよ。でもかわよい。小学校の時もいけとったし。小学校の時はまあよく見るね、サスペンダー的なやつよ、こうなっとるやつで。冬とかになんか何色のニット着てくるかとか、ニットとかは自由だったから、セーターセーターだから、そう自由。靴とかね、スニーカーとかも自由だから、そこでそう何どんなん履いてくるかによってみたいなあったね。普通に無難に紺とか着てくる人もおるし、茶色とか薄い黄色とかね、薄いピンク着てくるのはもうイケイケの人だった。薄ピンクとか着てくる女子はもうイケイケゴーゴーだったね。うん、こんばん。いや、ありさも靴とかはもう低学年とかまでは瞬足履いとったんや。足速くなるかなと思って瞬足とか履いとったけど、そんなん履いても足速ならんわと思って、そう5年生とかからはなんか可愛いの履いてった。そうもうね、瞬足とかマジ意味ねえわとか思ってから。こんなん履いたとこで足速くならんとか思って、可愛いスニーカー履いてってましたね。赤とか履いてた。制服紺、制服紺色とかなのに赤、赤のスニー、真っ赤なスニーカーとか履いてた。ジェニーの。懐かしい、シスタージェニー。え、学ランの下にパーカー、え、めっちゃいい、めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。かわいい瞬足履いてた。ハートマークついてる。ハートいっぱいついてる瞬足履いてたよ。そう、持ち物結構だ、持ち物
ってあれよね、なんかセンス問われるよね横にかけるお道具袋とかどんだけおしゃれなんつけるかみたいな。そう、毎日机の横についてるからさ、お道具袋とかどんだけおしゃれかみたいな。めっちゃ気にしてたわ、シューズ袋とか体操服袋とか乾杯はそんな色があってガチャガチャしすぎるのを持ってもやっぱ無難にモノクロのおしゃれなやつが持てるんじゃねえかとかめっちゃ考えてたわうん、全部マミーが作ってたの？えらい子じゃめっちゃいいじゃないの。袋とか作ったこともないよね、ママ。筆箱ね、箱でなくポーチになりがわかる。こうパカってやるね、箱じゃなくなるよね。わかる。筆箱も結構しょっちゅう変えてたわ、筆箱とかしょっちゅう変えてた。うん、お道具袋だったよ。袋に全部ハサミとか入れて常に机の横のとこにかけてた。中学校になったらなんかあれよね、中学校になったらもうあのいかに目立たなくなるかみたいないかに目立たないか、そのシューズ袋とかもみんな統一だったんですよ。リュックとかもみんな統一じゃないですか。そうだからいかに目立たないか、いかにあの自分だけリュックにめっちゃでっかいキーホルダーとかつけて目立ってたら逆にダメじゃん。もういかにね、ちっちゃめのさりげないやつをつけるかっていうのが勝負な気がする。中学校そうみんな同じシューズ袋なのに、なんか変える人おるやん、自分の分かりづらいからみたいな。そう変える人おるけど、そういう感じじゃない、いかにもうみんなと同じで目立たなくなるかっていうのがポイントじゃったな。美術の何だったっけあれ、なんて言うんでしたっけ、美術で使うさ絵の具道具、小学校の時絵の具道具で、美術の時なんて言うっけあれ、ちょっと忘れちゃった絵の具とかも筆とか入ってるやつ、なんか言うよねあれ、なんポスターカラー、あそうそうそう、ポスターカラーコラカラカラカラそうあれとかみんな同じだったから、めっちゃちっちゃいやつつけてた。めっちゃちっちゃいやつをチャックのところにつけて自分のって分かるようにしてた。パレットポスターカラー、名前なかったっけあれ、小学校の時の絵の具道具持ってきてください、ポスターカラー、絵の具なかったっけ、忘れたんこぶ、裁縫道具、そう裁縫道具ね、あれさめっちゃ可愛いの持ってたんですよ、めっちゃ自信ある誰、もう小学校でさ注文するやん、みんななんか何種類か柄があってみんなでこれがいいとか決めてからさ注文するみたいなさやつあったじゃないですか。でもアリスはそんな頃からいや可愛いのがないって気に入るデザインがないって言って、そうみんなだいたい学校でここの中から選んでくださいって言われるのをこう選んで買うんですけど、いや
可愛いのがないって言ってネットで探して、そうネットで可愛いの探してからめっちゃ可愛い裁縫道具持ってたんですよ。なのにね、なくなったの。そう、使う用事があってから探しとったんね、なんかどっか消えた、めっちゃ悲しい。そう、そんな裁縫とかせんのに。そう、だからめっちゃ目立ってたよ、やいさんのが一番可愛い。やばいやつ、やばいやつよ。うん、ああお下がり系ね。めっちゃ可愛いの持ってたよほんまに。多分出てくるよね探したら。アイサとお揃いにする、みんな。なんか今見たらブサイクだな。こんなの熊の学校みたいな、熊の学校の裁縫セット持ってた。でもこれだったらなんか ブスってしてるじゃないですか顔が。だからママに頼んで、ここのめっちゃブラウンだし、なんかここにね、なんか丸、赤のね丸をつけてね、チーク、ここにチークつけて。マジやばかった本当に。可愛いんだよ、ここにピンクか赤のね、そう丸いねやつつけて、フェルトみたいなチークここにつけて、ここにリボンつけて、そう可愛くない。もうアリサ自慢の裁縫セットがあったんや、クラスの中で一番可愛い裁縫道具持ってたの。クマの顔になってる。クマもんじゃない、クマの学校。クマの学校。かわいいでしょ、なんちゃん。コバありがとうございます。うん、あいさ自慢の裁縫道具がねこの家のどこかに消えた。消えた、悲しい。チャコペン入ってた、全部入ってたよ、全部かわいい。中のハサミとか針とかも全部熊の学校柄なの。もう一番可愛かった私の裁縫道具、どこに行ったんでしょうか。マルコちゃんハートありがとう。うん、熊の学校可愛いよね、ミッフィーとか、なんかそう癒しの癒し系の顔のキャラクター好きだったな。スヌーピーとか、裁縫とかしないよねあんまり。私が裁縫してたらすごい驚き。アリサがチクチクしてたらすごくない？ギャップだよね。小学校時やってた時はめっちゃハマってたよ、めっちゃハマってやってたけどね。こんばんは、こんばんは。針全部ぶちまけ。やばい、面白い。エプロンとナップサックとか作ったよね。中学校何したっけ、ほんまに覚えて、ああ分かった、ティッシュケース作ったんだ、ティッシュケース作った中学校の時、多分下にある。そう、あと何作ったっけな、あんまり覚えてないわ。エプロンは小5の時にエプロン作って、小6の修学旅行までにナップサック作って持ってかんね、懐かしい。
え、クッションめっちゃいい。クッション欲しかったな。財布の金を女の子にやってもらっていいですか。おった、そういうやつおった。ちょっとやってくれちょっとやってくれみたいな人おったわ。でもあれさ、不器用すぎてそういう男子と同レベルだったわ、最悪。そう、不器用すぎてちゃっちゃかちゃっちゃか終わるような人じゃなかったから、えん、どういうこと。えそういう系男子と同レベルだった、最悪。こんばんは。頼まれない人だ。うん、頼まれない。そんなのマリさんにやってもらったらもうすんごいことなの。シャ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 。玉止めができんかったっけ。玉結びはできるけど、そう、最初始める玉結びはできるけど、玉止めができんかった。最後終わりの時にやる。あんなんノリやと思って、もうノリと勢いよ。ただ止めときゃいいんじゃろうって感じでやってたよ。なんかいまだに、ね、多分ちゃんとできんと思う、玉止め。針に糸通せんよ。あれはだってさ、通せるやつあるじゃん。おじさんの柄の糸通してくれるやつ使ってたよ。魔法。リロリラリラリン。ダンゴムシ。やべえ。やべえな。ね、やってみたらハマるんかもしれん。私もやればできる子。やればできる子だから何でもできるんですよ。やればできる。そう、何にもできなさそうで、やればできる、やれば何でもできるんですよ。すごくない？ミシン使える。あれ絶対ミシンの方が良くない？手縫いとかもう何年あっても終わらんって感じ。ミシン最強。運動はやってもできん。運動はやってもできん。あんまり運動落ちやから。そう。出た、マスク。マスクね。お疲れ様です。お疲れ様です。筆箱自分で作ったの使ってたの。すごいな、おしゃれ男子か。なんかダンスできる人って運動できないらしいよ。知らんけど。そう、めっちゃダンスうまい友達が言ってた。そう、ダンスできる人ってさ運動できんらしい。だけ運動できんから逆を言うとダンスできる人なんじゃって感じ、自分。ポジティブすぎな。走るのもあれだし、ボールが一番無理。球技下手くそ、何もできん。野球もできんし、サッカーもできんし、ドッジボール逃げるぐらいかな。怖くてキャッチできんよ。ドッジボールひたすら逃げるぐらい。逃げるのめっちゃ早いけん。ピューって感じ。でもドッジボール外に出てしまったらもう終わり。
そう、一生人に当たらんから外出たらもう何にも面白くない、チーってただ絶望した顔で、そう、当てたら復活だーとかいう気力もなる、チーって感じでずっと見てた。え、バドミントンとかも無理、卓球とかむずくない？なんかよくスチューデンツでやるんですけどそう、よくスチューデンツでたまにやるけど無理よ。卓球とかもやったことない。しょっちゅう卓球して、しょっちゅう卓球するよね。なんか卓球部の人と戦った気がするんやけど、ありさ、スチューデンツ新徳高校の卓球部の女の子と戦わなかったっけ。あとなんかスリッパで卓球みたいな、スリッパで卓球するのがあるんですよみたいなクイズでやったり、なんかいろいろやったわでも運動音痴バレるから恥ずかしい、あれ。水泳はできる、どや、泳げる泳げる、水泳はできるよ私。鉄棒とかもできんけど、登り棒とかそういうのもできんけど、マット運動とマット運動もありかしできるんよ。マット運動、飛び箱もできる意外と。うん、飛び箱ってさ、できんかったらめっちゃダサいじゃんあれ、わかりますか？なんかやばいピーってなってからさ、 2,3 人ずつさ走ってからうらーってやるのにさ、あれ飛び越えれずにさ、なんか途中で止まってたらめっちゃダサいじゃん。そうだからこれだけはできないだろうと思ってね。そう、台上前転とかめっちゃできるよ、めっちゃ得意よ、飛び箱はできる、ある程度。そんなこんな高いのはできんかもしれんけど、ある程度の高さならできるよ。あれ一人ずつとかやるのにさ、もう飛べんくてさ、なんかゴーンってなんか台の上から落っこちたりとかしたらめっちゃダサいじゃん。そういうのだけはちょっと避けてと思って、飛び箱はできるわ。うんうん、あずきちゃん星ありがとうございます。あ、あれもできる、ありさ、あれめっちゃ得意やった、高飛び、高飛び高飛びめっちゃ得意なんよ。え、あれめっちゃ得意やった、なんでか分からんけど、こう上にジャンプ、バネ、バネがついたんかもしれん自分に、こうジャンプする上に飛ぶ系はできるわ。走り幅跳びとかできんけど、おーってなるけど、高飛びできる、1、2、1、2、3 めっちゃ飛べるよ、あいつすごかったよ。あれってさ、身長が得意あ、身長が高い人が有利みたいな感じじゃないですか。そう、なんかちっちゃかったらちっちゃいほどさ、なんか足がこう短い系さ、 むずいみたいな、身長が高い人の方がなんかあれ有利みたいな感じやけど、結構いっとった、身長高い人と混じって結構いっとった。あ、ハードルとか無理、ハードルは、うん、ハードルが来るたんびに毎回ビビる毎回ビビって、フォームが汚かったのフォームがなんかもうチンチクリンだったと思う、うん、こうピュンピュンって感じにならんといけんのに、こうよいしょよいしょめっちゃ外から足回してた気がする。運動はできない、運動できなくても生きていける。シャトルランね、いや、あれは何のためにやるんだって感じあれは何のためにやっているんだって感じじゃない。
れはもう根性との戦いって感じ。もう走る速さもあるけど、走るの間に合わんともうアウトだけどさ、あれは根性って感じじゃない、いかにみたいな。アリサはもう根性全然ないんで、そういうところに関してはそれもう体力テストのシャトルランとかもうそんなのほどに根性はないんだよね。とりあえず一番最初に脱落するのは避けたいぐらいわかりますか、一番最初に脱落するのだけは避けたいなぐらいで、そう 3,4 番目ぐらいだったらまあいつでも 3,4 人あ終わったなと思ったらもういつでもやめれるいつでもやめれるたわあれは、うん、姉ちゃんかわいいありがとう、そう誰か 2,3 人ぐらいやめてくれたらもう一番最初に一番最初に脱落したらめっちゃ見られるやん。もう視線が怖すぎてこう待っとる側の人よ、走っとる人は別になんともないけどさ、こう待っとるなんかこう走っとる人のカウント数えよる側のさ人からさめっちゃ見られるやん、一番にやめたら。あれがもうね、そうそういうとこばっかり気にしたよね、自分の体力とかじゃなくてそうめっちゃ見られるやんそういうことばっかり気にして生きてきてるから、わかる。最後に残った人もブラボーって感じ。最後に残るのもね気まずいけどね、あれ最後まで走り続けてさいつまでやるみたいな感じじゃない。いやわかる、でもわかるもうやばいけどって感じひろたんたんちゃびちゃびさギフトありがとう、うん、いやわかる、ありさもスタジオとかやってたからさ中学校の時もマジ体力はあるんだなとか思いよったら持久走全くできないです持久走がきつすぎても無理だった、あれ何って感じこれ何って感じ、1時間の体育に2回ぐらいやらされてからグラウンド5周ぐらい、これ何って感じだったもん。走るのがめっちゃ遅いからさもう抜かされまくってからあれはやばかった。ミシェルボーイさんバラありがとう、何も考えんと走れんのやって思う、自分遅いからさどんどん人に抜かされてさ、あやばい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 、一番最後になったら超恥ずかしいやつやとかいろいろ考えてしまうよ、何も考えずにこううんって走りたいのに、わかる、そうそういう辛さよ精神的辛さよね、あれは体力的にもきついけど、うん、これ一番最後になったらめっちゃはずいやんみたいなてかもうきついな、こんな一生懸命走っとる顔見られても恥ずかしいわみたいなめっちゃ重いよった、てか焼けるくねとかこんな暑い中焼けるわとか思いよった、やばい、ほんまに運動できん人の考えよ、ほんまや、やばいギフトじゃないわ、ランキングやみシャキシャキに読みます。13位ユーチダビッドソン、12位ストゥッチー、11位塩麹さん、10位ヤスくん、9位あずきちゃん、8位ゆっちゃん、7位ひでじろうさん、6位ひでさん、5位ひげのまささん、4位ひとりごとさん、3位そういちろうさん、2位なんちゃん、1位はドゥルーデン、ヤスベイさんありがとうございます、ありがとうございます、たくさんギフト投げてくださった方も皆さんありがとうございます、嬉しい。そして6枚目のお話し会は明日の13時まで受け付けております、明日の13時まで受け付けておりますので、もうラストです、本当の本当のラスト、
一部ずつ6月と7月一部ずつ完売ありがとうございます。ラスト全部完売出す勢いで頑張りたいと思いますので、皆さんまだサイを取ってない方は追加ポチポチまだできますので、明日の13時までにぜひよろしくお願いします。イエイ。明日は通常配信、朝配信7時から行います。それでは明日も頑張りましょう。バイバーイ。ありがとうございました。おやすみねおし、また明日。最後のお話し会のチャンス逃さないでね。